はい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。今日の動画はただいまセレクトボックスで復活中のマレウスドラコニア。この粒をね、なんとかうまくなりたいと思いまして、今日ねちょっと一生懸命練習をしていたんですけれども、僕なりにコンスタントに1万コインを出すやり方っていうのを、見つけてしまったので、ちょっと共有したいなと思うんですけども、絶対にねちょっと参考にしないでください。というのもね、確かにねコンスタントに1万コインくらいね稼げるようになったんですけども、1億2億目指せるようなプレイスタイルじゃないと思うんですよね。多分やで。で、ね、この粒のポテンシャルってね、皆さんご存知の通りね、めちゃくちゃすごいので、どうしてもね、なかなか1万枚までいかへんなとか、ね、なかなかうまくプレイできひんっていう初心者の方やったりとか、まあね、練習するのに、まあ、それぞれね、やりやすいやり方とかもあると思うので、ちょっとね、参考にしひん程度に聞いていただけると嬉しいなと思っております。まずね、大前提として、私、この粒めちゃくちゃ苦手でして、そもそもね、両手を使うのがね、めちゃくちゃ苦手なんですよ、つむつむをするにあたって。で、今までずっと右手一本でやってきたんですけども、同じように、両手を使うのが苦手な方やったら、もしかするとちょっと、参考になっていただけるんではないのかな、とは思います。あとね、早く消すのが苦手な方やったりとか、あとはね、大積むを本来避けながら消していかなければいけないと思うんですよ、このスキル発動中に。なんですけど、行ってまうっていう、うちなんかも、なかなかね、大積むを避けて消すのが苦手やったりとかするんです。なので、そういった方には、ますますね、ちょっと使いやすいやり方にはなるんじゃないのかなとは思っております。では、前置きがちょっと長なってしまったんですけども、早速なんですけども、ポイントをですね、その1は、ボムキャンをうまく活用するっていうことですね。はい。本来であれば、スキルでね、ボムが消えてしまうので、なかなかボムキャンってしーひんのかな、どうなんやろと思うんですけども、右手で、丁寧に、繋いでいきながら、左手でボムキャンを繰り返し意識するっていうことをやってみました。ボムキャンくらいやったら左手で使えたんです。両手が苦手なうちでも。はい。で、うまくね、ボムキャンを使うことで、粒の振りが早なったりとか、大粒をこう、消しに行ったとしてもボムキャンすれば、すぐにね、粒が降ってきてくれるので、プレイがね、かなりスムーズになったのが、結構ね、大きかったんです。はい。そして二つ目が、右手、まあ、ツムを消しに行く手の方は、サンチェーンを、ほんまに丁寧に繋いでいって、ちょっと、詰まりそうやったりとか、もうね、左手に余裕があれば、もうバンバンボムキャンしていく。ほんで、スキルが溜まったら、どんどんスキルを発動していくっていう、もうこの二つだけですね。はい。素早くボムキャン、消してボムキャン、消してボムキャン、みたいな感じですね。これね、上腕の鏡の、参考動画、前に上げさせていただいたんですけども、これをね、結構参考にしたプレイするやり方、になっております。今まではね、どうしてもスキルでボムが消えるので、あまりボムキャンっていうのをせずに、もうとにかくチェーンを繋いで繋いで繋いでみたいな、っていうような意識でプレイしていたんですけども、それをね、ちょっと変えてみて、ボムキャンをすることで、スムーズなね、プレイをちょっと心がけてみたところ、コンスタントにね、1万コインを達成することができたので、まあちょっと僕にはね、合ってるやり方なのかなとは思っ
って今回紹介させていただきました。あくまでね、1万コイン程度なので、もっとそれ以上稼げるポテンシャルがあるツムですし、それこそ1億2億出せる方はね21億狙えるツムなのでね、はい、あくまでちょっと両手が使うのが苦手やったりとか、素早く消すのがなかなかできひんやったりとか、まあ、最初の一歩としてね、マレウス様を練習する、きっかけみたいな、はい、形で、っていう方だけ、ちょっと、参考にやってみていただけたら、多少ね、稼げるコイン数が変わってくるのではないのかなとは思います。なかなかね、こういう、いわゆるマレドラ系と言われる、ツムってね、私は苦手なので、疲れちゃうんですよね。なんで、長時間の、プレイとか、コイン稼ぎをするときは、なかなか、できひん、ツムではあるんですけども、ちょっとね、稼げるようになってくるとね、やっぱりめちゃくちゃ面白い。し、楽しいね、ツムやし、強力なツムなのは間違いないのでね、このセレボ期間中に、確率12分の1で当たりますので、ぜひね、1体でも多くゲットしていただければなと思っております。もしね、よろしければ、こういうやり方もあるよとか、こういう風なことを意識したら、もともとね、プレイ上手になるよみたいなっていうコメントですとかね、めちゃくちゃお待ちしてますので、よろしければ、わしゃこれぐらいやれてんでっていうようなことでも構いませんし、何でもいいのでね、コメントいただけたら嬉しいなと思っております。というわけで、54と、タイムを使ってはいるんですけれども、1万コイン、なんとか、査定でね、達成することができました。もしお持ちでない方は、このセレボ期間中に1体でもね、ゲットして、ぜひぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃ強いし、面白い粒になってます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。よければ応援のチャンネル登録、グッドボタン押していただければめちゃくちゃ嬉しいなと思っております。はい、ぜひね、みんなとももっともっと仲良くなりたいなと思っておりますので、気軽にコメントもお待ちしております。マレウス様、今やったら12分の1の確率で当たりますので、ぜひね、ゲットしてみてね。はい、というわけでございまして、今日誕生日の一目で、トークワタキクルミでした。